ポケモンサイドに問い合わせ中です。皆さん、こんにちは、ハンニョです。本日は2022年6月23日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、クオリティ低くねマジでほんまもんということになります。この動画では、共産党の参議院選挙に関連し得るある活動について、 大丈夫かなというものを見ておきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では、早速こちらをご覧ください。こちらは共産党の参院選埼玉選挙区、上村彩子さんの6月18日のツイートですね。では、これをご覧ください。うーん、がっつり、ピカチュウいない 皆さんもご存知だと思うんですが、参院選は6月22日に公示されているので、これは一応政治活動になります。まあ例によってタスキが超気になるのですが、それよりも気になるのは、後ろにいるピカチュウっぽいやつ。で、これはたまたまピカチュウっぽいやつがそばにいた時に政治活動をしていたというわけじゃなく、がっつり協力関係のもとやってるんですよね。 こちらは上村さんの問題のツイートに対する返信欄に投稿された批判のツイートですが、うーん、完全に協力関係ですね。いや、もちろん、この写真が偽造された恐れはないかと言われると、まあその可能性はゼロじゃないんですが、そもそもこの写真だけでアウトでしょ上村氏が意図的にピカチュウを政治活動に利用していると解釈されて当然です。 で、皆さんも覚えてるかもしれませんが、以前自民党の総裁選で石橋茂候補の陣営が集まれ動物の森を使って活動しようとしたことがありましたよね。しかしあれは、任天堂の集まりの規約違反、すなわち、任天堂が許可をしない限り政治利用をするなって規約に反したとして、すぐに中止になったんですよね。まあ、アメリカの大統領選挙でも利用された記憶がありますが。で、ここからはまだ推測でしかないのですが、これあかんのちゃう もちろん公共団体と契約して何かのイベントを盛り上げたりするのにキャラクターが利用されることはありますマリオだって安倍さんが使いましたしね。しかし、うーん、これはどうなんだろう。しかもクオリティも低く感じますから、多分これは手作りか、どっかの怪しいサイトで買ったものかなという気がします。もし仮にそのようなやり方でピカチュウを政治活動に利用しているなら、これはおよそ許されることではないでしょう。もちろん任天堂さんが、もしくは株式会社ポケモン うーん今のところは微妙としか言いようがありませんが少なくともこの手の話は「許可取ってるのか?」という話が出てくるのは当たり前ですから仮に許可を取ってるならリスク管理がずさんとも言えるわけですが。 とはいえ、見た感じ、どう考えても、無許可で利用してるようにしかね、私の目には見えませんでしたから、これは相当共産党さんとしてはやばいかな。時期にこのツイートを消されるかなって気がするんですけども、皆さんはどんな風に感じられたでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想をお知らせください。また、今、メールで問い合わせをしていますので、返信が来た場合には、 当チャンネルの方のお知らせ機能を使ってお伝えいたしますので、ぜひともチャンネル登録、高評価も忘れずにしてってくださいね。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。